プラスして TD を TD 好きなんですよ。3つとか5つとか。ただあれね、いいんだけどね、ちょっと油が多いんだよね、油っぽいぜなんか。だからちょっとこれ食後のご褒美的な感じ。そう、その程度ですね、はい、1日2個ぐらいがいいかな、この子だったら。でもその分でも体重増えたですね。そうですね、だから今はまだ TD ってどっちの大きさでしたっけ。小さい子だったら4つぐらいやってます。1粒を、まあ、1日だとね、うん、だからカロリーが多いからこの子にはいいんですよね。そうですね、体重が3100ってすごいね、久しぶりに3000超えたんじゃない、この子。この間2950、ずっと2950が3回で、12月が2900、12月21日、14が2800だもん、はい、そこが一番少なかったので、カリカリだから。要はあのステロイド使い出してからちょっと体重が増えてきていい感じ、食欲も安定してきた感じ。まあ、それがないと薬は出られないもんね、うん、9.4 です。で、まあステロイドは2日に1回、はい、でシクロスポリン、アトピカは1日1回、はい、でシクロスポリンは凍らせてやりますね。これが一番好きです。さらにお母さんじゃない、違う違う、音食べないんだよね、なかなか顔こっちに。はい、わかりました、ご褒美で、はい、顔見して、ちょっと顔見して、お母さんの方が見たいな。あ、だめだめ、こんなに動かないんですよ。先に今いろいろしてもらってたから、ちょっと、はい、帰りたいのこちらですね。この子のさ、トリミングしてるとこの動画がさ、割と多いんですよ、再生回数。時々、ね、再生回数多いのね、ありますよね、うん、まず全部じゃないですか、全部じゃないけど、なんか多いのが一つ一つありますよね、この子。だからどこで紹介されたんですかね。何が増えるかはちょっとよく分かりませんね。お母さんの方向きたいよね。こっちに向きたい。大丈夫、そっち向きたいな。ごめんごめんごめん、ちょっとだけやらして、やらしくるよ、そっとそっと、そっとそっと、あ、これはダメだ、はい、頑張れ、舐めるだけでいい、舐めるのも見えたと好きなんですけど、さっき舐めさせたところにさせてみして、これをちょっと見ておきますんだよね、光ってるでしょ、はい、これ歯石なんです、はい、だから奥歯の外側が歯石です、まあ、前もちょっとついてるとかありますけどね、はい、こっちも、ね、こっちも、はい、シラッとちょっと嫌だね。もういいや、はい、同じ場所です、はい、もだからこっち向いて、奥歯と前歯、前歯はあと鼻が長いから前歯の裏も歯周病になりやすいです、はい、だからそこら辺のポイント当ててやっていただけるといいですね、はい、でお口が臭くない状態にしておかないと、はい、いろんな病気が治りにくいですからね、はい、はい、じゃあすいませんね、お待たせして、はい、お預かりいたします、はい、肛門腺やらかな、はい、肛門腺、肛門腺だ、はい、肛門腺、薬もまた夕方の時で、はい、夕方の時にじゃあご用意しますんでね、はい、肛門腺はまあ週1でやってるけど、まあでもこれぐらいでいいですね、はい、じゃあお預かりします。
それからエアコン止めてくれるみたいな。この運転もすごいですからね。はい、すいません、お待たせしました。マロ。